ね、好きすぎて何回も買ってるんですよ。3000円なのにすごくないみたいな。毎度ワイン三昧竹前です。今回は大人気ワイン漫画神の雫でも大絶賛、60万円のワインにも勝ってしまった超コスパな3000円の赤ワイン、シャトーピュエグロについて解説していきまーす。イエーイ。シャトーピュエグロ、もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないけど、知らない方、飲んだことのない方、本当にね、もったいないですよ。まず60万円のワインにも勝ってしまったとはどういうことかね、お話ししていきたいんだけど、フランスの最高評価誌であるル・メイユル・バンド・フランスではね、以前に今でこそ60万円はしてしまうボルド・ウガンの高級ワインシャトー・ルパンとの直接対決を行って、10点評価の採点でルパンの8点5点を抜いてピュエグロが9点を獲得するんですよ。この時のルパンの時価は20万円ほどだったのですが、そのルパンの100分の1の価格にもかかわらず超名門ワインに勝ってしまったんですね。で、当時ワイン評論家で有名なジェームズ・サックリングも過去最高となる94点評価をしたことでも有名です。いや、純粋にすごくないですか。で、また2003年のワイン王国っていう雑誌では6人の一流ソムリエが超独占ベストバイワインとして満点の5つ星評価をつけていて、コメントの中でもう完成度の高い素晴らしい酒質とかね、グランバンと称されるワインに引けを取らない類稀なワインであるとね、もう大絶賛されてるんですね。で、ちなみにグランバンっていうのは偉大なワインっていう意味でして、ここではねボルドーのトップクラスのワインを指してますね。で、例えばボルドーで一番有名な5大シャトーとか1本10万円くらいはしてしまうワインなどが、まあ、グランバンと呼ばれるものなんだけど、3000円のワインがそのグランバンのワインにも引けを取らない、もうどういうことって感じですよね。ワイン王国でベタ褒めされたって言っても、まあ、2003年のワイン王国じゃないですか。で、ちょっと前すぎない、今どうなのって思われた方もいると思うんだけど、もうしかしですよ、世界一有名なワイン評論家ロバート・パーカーが率いるパーカーポイントにて、なんと2019年から22年のヴィンテージは、まあ、要は直近のヴィンテージですね、ほぼね90点評価を超えてるんですよ。で、90点以上の評価がされたらワインの価格が1万円してしまうものとか本当にたくさんありますからね。3000円なのにすごくないみたいな、骨疲れしてきましたですがね、最後ね、ここ大事、シャトーピュエグロは大人気ワイン漫画の神の雫でも大絶賛されているワインなんですよ。で、神の雫っていうのは累計1100万部売れた世界でもとても有名なワイン漫画で、今年フランスでもね、神の雫のドラマが公開されてね、ヤマピーさんが出演していることが話題になったりしていたんですけど、漫画神の雫ではワインが500種類も掲載されてるんですね。この神の雫では高級なワインはもちろんなんだけど、今回紹介するようなワインショップとかスーパー、コンビニでも手軽に買える、まあ、1000円くらいか3000円くらいのね、安馬のワインもたくさんストーリーの中に取り上げていて、神の雫で褒められているならこのワインは間違いないって思ってもらっていいほど、もう信憑性のあるワイン漫画ですね。で、ワインを語る上では絶対無視できないワイン漫画です。で、ワインを知りたいならとりあえず神の雫を読んでくださいねって私は強く思っていますね。で、まあ話を戻して、今回紹介する驚愕のコスパワイン、シャトーピュエグロは漫画内でまあ絶賛されているわけですが、どんなシーンで掲載されてるかっていうとね、このね7巻にこのワインが登場してまして、主人公神崎雫がたびたび訪れるワインバーのマスターで、もう私も大好きなね藤枝さんっていうイケオジのキャラクターが主となる話に出てくるんだけど、なんかね、とてもセクシーっていうか、こう心に刺さるっていうか、まあ、そんなシーン出てくるんですよ。で、藤枝さんのワインバーにですね、一人の女性客が現れるんです。で、それはなんと藤枝さんが大学時代にお付き合いをしていた女性、秋江さんという方ですね。そして二人がどう恋に落ちて別れたのかなどね、思い出話をした後に、秋江さんが、私離婚したのみたいな、慰謝料も財産分与もたくさんもらったけど今の私は空っぽなのよみたいな、こんな感じになるわけです。で、藤枝さんにね、まあ、吐露するんですよ。そんな秋江さんに藤枝さんがこのワインを一本ご馳走するよとね、差し出してですね、そしてシャトーピュエグロの生い立ちと自分たちのこれまでの人生を重ね合わせるように藤枝さんが超ロマンチックに語りまして、まあ二人のね30年ぶりの再会に乾杯するわけなんだけど、で、漫画内でシャトーピュエグロはどのようにね表現されてるかっていうと、美味しい、柔らかくって優しくてどこか切ない甘酸っぱさ、そう、まるでセピア色の思い出みたいなノスタルジーが溢れている気がするわってね、
明恵さんが表現しているわけなんですね。まあ他にも出てくるんだけど、そのワインを飲むまでの表現がね、もうなんともオツなんですよって言っても私の話じゃ伝わらないですよね。読んでください。で、藤枝さんは私の好きなキャラクターの一人でもあるので、っていうか、まあ、この部分のストーリーを読んで、藤枝さん、かっけーってなったかもしれない。うん、そんぐらい。藤枝さんって、まあ、一応サブキャラであるからさ、あんまりこう、どういう過去だったのかとか出てこないんだけど、このシーンで初めて出てくるから、あ、藤枝さんってこういう人だったんだ。それでワインバーに勤めるようになったんだっていうことが分かりました。ということで、何が言いたかったっていうと、神の雫でもね、私が話したこと以上にもがっつりとシャトーピュイグロの魅力が話されてますからね、本当に今触りだけ話した感じです。はい、ということで、今まではシャトーピュイグロがどう評価されてきたかお話ししてきましたけど、ここからはそんなシャトーピュイグロは一体どんなワインなのか、なぜこんなにも評価されているのかお話ししていきたいと思います。で、シャトーピュイグロが作られるフランスボルドーね、当時無名だったコートドフランという土地はね、かつて荒れ地だったんですね。で、そこで先ほどの対決にも出てきましたけど、超高級ワインシャトールパンを所有する名門一族ティエポン家が1946年にその土地を買い取りまして、で30年もの間ね、ブドウ以外の作物を育てながらゆっくり荒れ地を再生させて、そして1970年代後半からブドウを育て始めるんですね。でもそこから13年と長い歳月をかけてブドウの木を成長させていって、1983年にやっとこさ初ヴィンテージを世に送り出したっていうね、もう30年越しの夢を実現させたとんでもないシャトーなんですよ。そして畑にはマメルロ 55%、 カベルネフラン 40%、 マルベック 5% が栽培されていて、他のトップシャトーと同じね、最新の手入れと高い醸造を行って作られているのがこのシャトーピュイグローなんですね。で、ちょっと話戻すけど、さっき神の雫で藤枝さんとさ、明恵さんが30年ぶりの再会に乾杯するわけだけど、このピュイグローがね、作られる畑も30年の歳月をかけて荒れ地から徐々に畑を整えていったわけで、この辺をね、漫画内にてドラマチックにね、まるで男と女の人生みたいじゃないかってね、別れてから30年、俺たちの畑にはずっとブドウ以外の何かが植えられてきた。でもそれはもしかしたら最高のワインを生み出すブドウを育てるための気の長い準備だったのかもしれないぜと語ってるんですよね。ちょっと噛んじゃった。で、しびれるでしょその後藤枝さんと明恵さんがどうなったのかは描かれていないですけれども、再びくっつくんじゃないですかね。どうなんでしょうね。はい、ということで、ここからはシャトーピュイグローね、あるんですよ、手元に。見てください。実際飲んでいきたいと思うんですけど、見て、もう最近ね、ピュイグローいっぱい買ってんの。やばくない？全部ピュイグローなんですよ。最近めっちゃ飲んでるっていう。寒くなってきたから余計にボルドーが染みますよね。で、お値段は3200円ぐらいで、セパージはまあこんな感じです。こちらですね、飲んでいきますか。で、結構、まあ、メルル比率が高いんですけど、パンチがあるから、なるべく大ぶりなグラスで飲んであげてほしいなっていうのがありますね。はい、嗅いでいきます。うん、なんかね、ほんとね、杉とかシダー感があって、はい、では実際にね、テイスティングしていきたいと思います。もうね、好きすぎて何回も買ってるんですよ。あ、おいしい。なんかこれは、カシスとかのそういうブラックベリーの黒系果実とラズベリーのような赤系果実のしっかりとした酸みたいなのも感じて、リコリスっていうね、そういうアロマとか、あとはまあ熟した果実味。だいたいさ、他の2本とかさ、開けたらその日のうちに飲んじゃってたんだけど、これまあ昨日抜栓したわけなんですよ。1日経つとすごいね、タンニンがね、落ち着く感じする。昨日は結構ね、バチバチに渋みがあったんですよね。うん。で、その果実味とタンニンのバランスもいいですね。高級感がありますよ、これは。苦味とか渋みとかね。はい。数々のね、いろんなものとペアリングしてきて、まあ、基本的にお肉系とかだったら合う。うん、美味しい。だけど、私がね、ベストマッチだと思ったのが、まさかのこちらです。はい。焼きチーズカレーということで、高級スーパー、紀ノ国屋で400円ぐらいで売ってるんですけど、このチーズの、まあ、油分っていうか、脂身な感じと、カレーのスパイシーすぎないけど、ちょっとスパイスがあるっていう、
味わいととっても合いました。このシャトーピュイグロ、ぜひ皆さんね試してみてほしいですね。うん、あと今飲んでみて初めて分かったけど、馬煎したてよりも2日目の方がすごい味わいがまとまってきて、こなれてきて、さらに美味しいでございます。はい、ということで、はい、いかがでしたでしょうか。あの、私の印象ではこのシャトーピュイグロ、お酒の山屋さんでは、あの、取り扱ってる可能性が高いと思っているので、ぜひぜひ、あの、気になってる方は買ってみてください。で、概要欄にも購入できるように URL 貼っておきます。そしてね、以前もですね、神の雫で大絶賛されて、超美味しいボルドーの赤ワインの PDF。これもね、3000円ぐらいかな。これも概要欄の URL を読み込んで、ワイン三昧公式 LINE 登録してくださった方にお送りしたいと思います。こちらのワインもとってもとってもとっても美味しいですからね、コスパ最強ボルドーの一つです。ちょっとシャトーピュイグロとそのワイン飲み比べてみたいなって思いますけど。で、また公式 LINE ではおすすめワイン30選の PDF を無料でプレゼントしてるし、私がやっているオンラインサロン、家飲み三昧部も LINE 読者の方限定でご案内してます。気になる方はね、ぜひぜひチェックしてみてください。もうね、すごい楽しいですからね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。